やっほー、ヤギ打ち。好きか、こんな街中で会うとは偶然だな。ヤギ打ち、今暇だったら超ありがたいんだけど。予定は特にないわ。やったー、じゃあさ、あたしとデートしようよ。デート？すまん、俺にはヒバリがいる。浮気など考えられん。違う違う、そういうガチなやつじゃなくて、普通に一緒に遊ぼうって話。っていうか、映画の無料チケットが2枚余っててさ、期限もギリギリだし付き合ってよ。映画か、それぐらいなら別に構わないぞ。マジでありがとう、ヤギ打ち。で、何の映画を見に行くのだ？ホラー映画だよ。とんでもなく怖いって評判のやつがちょうど上映中なんだよね。あれ、ヤギ打ち？あい、たすまん、やはり映画は見に行けない。急にお腹が痛くなってきた。うわ、大丈夫？一緒に病院行こうか？大丈夫、少し休めばすぐに良くなる。痛た。ヤギ打ち、なんか仮病っぽいんだけど。仮病とは失礼な。痛た。もしかしてホラー映画が苦手とか？そんなわけないだろう。好き、今までお化けみたいな敵を相手にしてきたこともあるんだ。その俺がホラー映画ごときを怖がるはずがない。だよね、まさかヤギ打ちんがホラー映画苦手とかないよね。本当だぞ、俺はホラー映画なんか怖くない。全然へっちゃらだ。ただ過剰に恐怖を煽る演出や突然お化けを登場させて脅かす手法などはどうかと思うが、怖くはないかな。じゃあ一緒に行こうよ。お腹痛いのもいつの間にか治ってるみたいだし。恋愛映画の方がいいんじゃないか。恐怖で心臓をキュンとさせるよりも、ときめきで心臓をキュンキュンさせた方が実りは多いと思うぞ。やっぱりホラー映画が怖いんだ。だから怖くありませんから。ホラー映画なんてへのへのカッパなんですけど。ヤギ打ち、言葉遣いがおかしくなってるし、動揺しすぎでしょ。まあそんなにホラー映画が嫌なら、映画館の窓口で頼んでみる？恋愛映画に変えてもらえるかもよ。いやそれだと俺はホラー映画が苦手と認めることになる。っていうかもう認めてると思うんだけど。そうだ、何を見るかは2人で勝負して決めよう。敵を多く倒した方が見たい映画を決める。それでどうだ？どうだって、そこまであれなら私は恋愛映画でもいいよ。別に俺はホラー映画でも構いませんけど、あんなものただの子供騙しですしね。でも勝負はした方がいいと思うんです。分かったよ、そこまで言うなら勝負しよう。
死にこんな夢に沈むっきゃないね。任務開始。おお、砕け散れ。俺は絶対に負けられない。野球中気合入りすぎだな。いや、俺はいつもこんなもんです。キャラ変わっちゃってるし。恋愛映画が見たいとこですか。ハッピー最高。強がんなくてもいいんだよ。誰にでも苦手なものってあるしさ。強がってきたわけじゃない。少しだけ怖いから。やっぱりね。少しだけだ。そうだね。ほんのちょこっと苦手なだけだ。意外だよね。妖魔なんかと戦うのは平気なのにさ。現実に目の前に出てきたのなら戦えるから怖くない。とスクリーンの中にいられると気がしできないから。いいでもありますし。なるほどね。でも勝負は勝負だからね。私が勝ったらホラー映画ってことで。何？だってホラー映画で怖がるヤギ打ちを見てみたいんだもん。クククン。負けられん。勝負は私の勝ちだね。ってことでホラー映画に決定。なんということだ。じゃあサクッと劇場に行こっか。もたもたしてると覚悟が濁っちゃうもんね。レッツゴー。心の準備もさせてくれないのか。こんな目に。し、野球中、上映中だから静かにしないとダメだって。ちゃんと隣にいるな。というか隣にいるのは四季だな。間違いないな。
私に決まってるじゃん。どこにも行かないってば。信じているぞ、シキ。俺を置いてどこかへ行ったら許さないからな。ヤギウチ、私の手を握るのはいいんだけど、もう少し力を弱めてもらってもいいかな。まずい、何かが出てくる雰囲気になった。出るぞ、出てくる、出る出る出る、出るんだろ。出るならさっさと出てこい。ヤギウチ、大きい声出しちゃダメだってば。今のってもしかして野球中の悲鳴？すごく女の子っぽかったんだけど。お前、アンリュシキを好きだろう。すぐに唱えろ、唱えてください、唱えてください。だから静かにしてよ。もう好き。最後にもう一つだけ頼みたいことがある。何よ、ヤギウチ。ヒバリに伝えてくれ。これからも天国からお前を見守っていると。俺はもうダメだ。ヤギウチ、てか気を失いかけてる。早く外に連れてかなきゃ。ホラー映画なんて大嫌いだ。